かに言われて。それではですね、永遠の白線のギターソロをですね、一緒に練習していきましょうよ。最初にですね、一応確認したいことをいくつかやっといて、それでブロックごと入っていきましょう。左手なんですけど、親指出して構えるのがね、好きな人、あるいはより弾きやすい場合もあれば後ろに添える場合もありますし、ね、中途半端なとね、絶対こう親指出す、しっかり出す、絶対後ろってわけでもないし、中間ぐらいいろんなね、柔軟にですね、左手は自分は構えていいと思いますよ。そして無駄なね、音を出さないように、余計な弦は ならないようにね、この人差し指のね、押さえてない部分を触れさせてあげて、音止めといてやるみたいなことで、余計なねノイズをカットしておくとエレキがかっちょよく響きますってことですよね。でチョーキングのやり方はこうやって、自分が初心者の時はやり方わかんなくて、こうネックの裏に添えたままなんてやってみてたんですけど、親指出してしっかりキューってあげてあげるといいですよね。そしてビブラートをかけたいときは、このチョーキングの要領でってやるときもあれば、自分の場合はですね、こういう風に揺らしてあげる。ほとんどね、揺れ具合わかんない感じではあるけど、本当にプーって出してるだけとはやっぱ違ってきますからね。そしてもう一個、ストラトとか使ってる人やったら、こうやってね、トレモロ使ってもいいし、ロングトーンの時はね、トレモロ活用するといいと思いますよ。ニュアンスがね、やっぱこれとは違いますからね。その揺れてる 方向が違いますからね、大体。トレモロやったら大体音程が下がって上がって下がって上がって。だけど、ハンドビブラートの場合は、音程が元から元より上がって下がって上がって下がってって、その辺の違いもあるんで。それではブロックごとに見ていきましょう。最初は、ここまでにしときましょうかね。説明としては何でしょうかね。ポジション自体はですね、いくらでも考えられるわけですよね。自分が好きなねポジションで俺は弾いていいと思うし、このあの人はこう弾いてるけど、自分はこっちの方がいいかな、かっこいいかなと思うのでいいと思います。キャプテンクッキーはトゥートゥートゥールルトゥールトゥー、このところが自分の運指の場合はポイントですよね。トゥルトゥートゥルルで、スライドで動かして弾いといて、ポジション移動して次のとこに入っていくみたいな。そうですね、トゥトゥトゥルルトゥルトゥ、スライドを使わずに弾いたらですね、弦移動とかが結構忙しいのかな。それよりはね、なんかスライドでなんかあんまり弦移動は少なくした方がなんかな、スムーズにいけるのかなって思ってて、自慢そうしてます。ゆっくりもう一回弾いてみますね。トゥーですね。はい、次のとこ行きましょうね。という風にキャプテンクッキーの場合は弾いてます。まあポイントとしてはですね、ご覧にねなっていただいている通り、トゥルルずっとですね横方向に動く運指を採用しています。人によってはね、こうネック方向、ブリッジ方向のこの横じゃなくて縦の動きが好きな方もいらっしゃると思うんで、それはそれでお好みでですね、
やっていただいたらいいと思います。本当にですね、自由な取り組み、自分がですね一番気に入ってる方法を採用して自分はいいと思ってますよ。もう一回弾いてみますね。次の部分がですね、ソロの中でですね、なんか疾走感がとってもあってかっちょいい部分なんですよ。弾いてみますね。解説していきましょう。最初はですね、そう、まずスライドでブーって入ってきてあげて、ナチュラルマイナーの音列と同じですね、トゥルルトゥルルって上に上がっていってあげたら、トリルじゃないけどトゥルトゥル、その次がトゥルルル、そしてトゥルルルトゥルルルですね。ここでもですね、キャプテンクッキーの場合は一つの弦の横方向の移動で弾いています。もちろんですね、縦の動き、弦を移動して弾くのがいいかなって感じの人はそれでも大丈夫ですよ。自由に好きなように自分のエレキテクニックを生み出していきましょう。はい、このブロックの最後ですね、ですね、特にポイントとかもないんですけど、スライドをこう入れるじゃないですか。で、この何ですかね、次のフレーズに移るときにスライドをどの指で動かしてやるのがいいかな、人差し指かな、中指かな、その辺のですねチョイスがですね運指にも結局関わってきますよね。だから何ですかね、フレーズ前後、取り組んでるフレーズのとこだけで運指考えるっていうよりも、前後の流れもちょっと念頭に置きながら指使いを考えてあげるといいですね。次のフレーズいきますね。ポイントとしてはですね、初心者だった頃、自分のですよ、ハイポジションって狭いじゃないですか。だから引きずれって思ってたんですけど、まあ、慣れたらそういうこともなくなるんでですね、この割と簡単なね部分でしたけど、そういうフレーズを使ってハイポジションで弾くのも慣れていくといいんじゃないかと思います。24フレットいるって話もありますけど、実際結構ハイポジションもですね使うんで、自分は24フレットが欲しいですね。ストラトキャスターの場合は、このモデルの場合は22フレットまでなんでですね、余談になりますけど、はい、次のフレーズいきます。弾いてみますよ。この部分は特に難しいところがあるわけではないので、特に説明らしい説明もないんですけど、自分で曲をね作るようにねしばらくしたらなると思うんですけど、自分なんかだとね、別に自分の曲じゃなくても好きな曲のね、最近そんなことないよとか作ってますけど、カバーする時でもオリジナルフレーズ作りね入れていきますよね。本当に別に難しいフレーズばっかり入れるのがいいってわけじゃないと思いますよ。このさっきの直前のところがね、16分音符で疾走していくような感じじゃないですか。でそういうのを入れたり、こうメロディっぽいところを入れてみたりして、メリハリをつけてやるといいんじゃないかと思うんでですね、なんかこう
こういう簡単な部分も大事に弾きたいですよね。それぐらいでしょうか。次のフレーズいきます。今の部分はギターっぽい修飾が入ってますよね。これがなんだ、人間が歌ったらまあトゥールルトゥールルとなると思うんですけど、エレキとかやったらみたいなちっちゃい、なんですかね、飾りの、これが入ってくるのがですね、エレキっぽい感じなのかなって。だからコピーとかするときですね、あ、そういうちっちゃいですね、音符がみたいなのが入ってるのかなって気づいたらね、コピーしやす、音取りやすいのかなと思いますね。なんかほらみたいなさ、こういうのが結構出てきたりすると思うんで。ここではですね、もう最後のクライマックスということで、下の方のね、音から上の方に登っていく感じなんですけど、ポイントとしては経過音的にですね、半音を使って上がってるって感じですよね。波長調、C のメジャーやったら白の鍵盤使うじゃないですかね。でも黒のところもですね、こうなんだろう、ドから例えばレミって行きたい時もこう黒のところも通っていってあげていいんですよ。もちろん黒のところだけですね、何のね脈絡もなくブーって押したら、もちろんスケールの以外のね音だからねあれですけど、こう通り過ぎる感じ使うときは黒の鍵盤のねスケール以外のところのものとも別に自由に使っていいんで、そういう波紋も含めて上がっていったら、スケールだけの時と比べてまた独自のね雰囲気出てきますんで、そういう感じですね、うん、そうだからね、コピーなんかしてる時もね、こうあら、この曲は G マイナーなんだけどなんかちょっと違うと入ってるようなみたいなところも当然ありますから、そういう経過的に半音も使ってるって時ありますからね、覚えて頭にね、はい、なんかこう入れといたらコピーするとき役に立つかも、うん、はい、というわけでこういう感じになってます。最後にです、この後に最初のデモ演奏もう一回入れとくんで、参考になったらいいかなと思います。お日様として最後順に喋らせてください。なんですかね、いろんなね日向坂の楽しみ方あると思うんですけど、こうやってね音源もねみんないっぱい聴いてると思うんで、ギター弾く人ならギターコピーしてみたりね、弾き語りをねしてみたり、そういう楽しみ方もありますよね。なんだろうな、走り出す瞬間で、なんどの曲だったかな、あれよりも高く飛べだったかな、なんかピアノエレピみたいなのもありましたからね。鍵盤弾く人はそういうのコピーされても楽しいと思いますし、別にそれをギターでやってもいいと思いますしね。みんなでですね、いろんな日向坂ひらがなの音源も含めてね味わっていきましょう。みんなでお日様活動を楽しみましょう。イエーイ。それではカット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 し、また作ってみるね、こういう動画一緒にエレキやアコギ楽しみましょう。それではTooth!